ちょっと怖いのは緊張感が結構ありますね。こんな格好してるんですけど、これに慣れないと一気に何も聞こえなくなる。あ、確かにこもって、これで読み合わせしないとね。これに慣れないと武将みたいな。ちょっと鉛筆削り。ああ、やめて。想像以上に鉛筆削り。似合う。会話劇を主体とする坂田チーム、今度は読み合わせ。撮影はまだまだ先らしい。コンバスも気まずいしさ、あいつら小さい声ですいませんすいませんって言いながら削ってくるのよ。絶対助けてみせる。前が行くなら俺も行くぜ。いやいや無理でしょう。いや OK です。廊下を陣取り撮影を始めた岡監督。勇気が演じるのは喜怒哀楽の怒りの感情。孫子は感情を取り戻す主人公を演じるのだ。うわー、もうめちゃくちゃいい顔してるじゃないですか。いいっすね。いいっすね。よーい、はい。何ぼーっとしてるんだ。お前は普段からそうなんだよ。いつも先生の話を聞いてないだろ。はい、2個目3個目全然使えそうですね。わかりました。よーい、はい。クソ野郎、ふざけんな、このバカ野郎が。バカ野郎、もっと言えよ。バカ野郎、バカ野郎。そうだよ。そのシーンがこちら。何を怒ってらっしゃるのでしょう。バカ野郎、学校やめちまえ、生きるのやめちまえ。春日、すいません。畜生が、この独生が。おい、あんなに言われることかよ。はい、OK です。はい、最高っすね。回りました。はい、おい、わかんないことあったら聞いた方がいいですよ。あっ、回ってるから失礼します。と、ここでアングルを決める坂田監督のもとにまさかの問題児が。ごめんなさい。もう始まってるよ。ごめんなさい。あんな大きいものをお前なくすか。どこにいた。知るか。知るか、そんな。待って、うっせぇ。待つこと15分。あった、帰ってきました。ずっとつけたけ。出てきた。どこ。あそこのトイレの近くにあった。トイレの近く。片や岡監督は次のシーンの撮影に突入。ちなみに元が演じるのは喜怒哀楽の喜びの感情です。これだから元がラケットを渡す、たらもう元がボールを持つ、ラケットを渡す、さあ始まるよって言って打つ。もう出ずっぱりだね。出ずっぱりです。体育館よーいスタート。はい、ちょっ、わあ、かすそう、先輩ね、考えるな、感じろ。よーい、スタート。おお、おめでえな。カット。はい、OK です。OK。 やっぱあいつこうなんかまとめるのとか引っ張るのも多分うまいから、さすがっすね。こういうなんか多分作るのも多分好きだし、さすがっす。よーい、順調そのものの岡チームは悲しみのシーンへ。演技派の光武が登場する。どんどん好きになったよ。カット。はいはいはい、いいですね。いいですね。はい、 OK です。 OK です。すごい岡組順調ですよね。ちょっと坂田組の方にお願いします。坂田組どんな感じですかね。俺も我慢できないですよ。ぶっ飛ばせる。濃いです。よい、はい。俺もう我慢できないっすよ。あいつらぶっ飛ばしてやる。ああ、分かるけどさ。やっと動き出した坂田チームだが、またもや別の問題児が。最初からいける。はい、カンペ、あの本人のプライドがけど、プライド、どっちがいい、どっちがいい、あった方がいい、ない方がいい。あった方がいいです。はい。プライドなんか、プライドなんかない、プライドなんかない。あった方がいいんだもん。まずは OK シーンからご覧いただこう。鉛筆削り、ゴキブリって飛ぶだろ。え、何こんな時に。その瞬間ゴキブリの IQ は300を超えるらしい。
実はこのやり取りだけで20テイク黒板役の北田恐るべし。よーい、はい。鉛筆削り、ゴキブリって飛ぶだろ。え、何こんな時に。その瞬間ゴキブリの ID は300を超えるらしい。IQ やな。